古代より伝わる神話である。迎える神と迎えられる神がいた。迎える神は誰かを迎える立場である。迎えられる神は誰かに迎えられる立場である。ただし迎える神は誰も迎えに行かなかった。そして誰も迎えられる神を迎えに来なかった。ああ、そういうものさと迎える神は思った。ああ、そういうものかと迎えられる神は思った。そういうわけで、この神話もいつか消え去り、やがて忘れ去られる定めである。神話の定め。